立林市は、群馬県南東部にある市、旧大浦郡。1954年1町7、村が合併して、市政施行。高下カルタで、鶴舞う形と例えられた群馬県の鶴の島に位置する。関東大都市圏に属する。また、近隣の町などから、労働人口流入があり、本市を中心とする立林都市圏を形成している。今から約2万年前に、 立林に最初に人々が住み始めたことが確認されている。中世になると赤石、長尾氏由良市などが立林を本拠地とし、最終的には1590年に徳川4、天皇の一人である坂木原康政が関東以北へのおさとして立林城に入り城下町を整備した。江戸時代の第五代将軍徳川綱吉が城主だった時期もある。 近隣の村からの農産物の集積地であったことや、水が豊富であったことから、明治維新後に近代的設備の加工業が起こり、いち早く近代化が進んで栄えた。筒子の名称、筒子が、岡公園や、全国的に有名な文福茶窯の物語で知られる、森寺、東部トレジャーガーデン、群馬県立立林美術館、製粉ミュージアムなどの観光地がある。 群馬県の平成の大合併以前からあった市としては、唯一市町村合併を行わなかった市であるが、オーラ軍大泉町を除くオーラ四4町との合併に向けた研究会を設置していた。小麦が多く取れることから、日本のチェルノーゼムと自称している。また五十三は、縦林城主、徳川徳松の健康回復を願って百八十一年に始まったものが、 全国に広がった。東毛地域と呼ばれる群馬県の東部に位置し、地域の北部は渡良瀬川を隔てて、栃木県佐野市及び足利市、東部は群馬県大羅郡板倉町、南部は明和町及び千代田町に、西部は大浦町に接する。南北を渡らせ川、利根川の二大河川に挟まれ、鶴井北川が市街地を東西に、西部をたたら川。 近藤川が南北に流れ、森寺川、新堀川、新矢田川、矢田川,川が市南部を貫流している。白沼、多タ,タラ沼、金富士沼、森ンジ沼などの沼が点在する低室地帯と大地から成り立っている。1986年撮影の縦林市、中心部周辺の空中写真。市街地東方の湖は白沼である。 1986年撮影の5枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。2005年に8万人に達したが、その後は減少に転じた。2021年の人口は約7万4千人。冬から春先にかけて北風が吹き、夏は雷が多く発生する。また、 他県境付近の市と同様、夏の時期には摂氏40度近い猛暑に見舞われることがある。これらの猛暑の発生は、発達した太平洋高気圧がもたらす暖かい大気が、東市の北西にある赤木山方面から熱風となって吹き降りるフェーン現象のためである。2001年から市民一斉気温測定を行い、市内の気温分布を調査している。 アメダスの記録と比べ、路上が広く、芝生である、縦林城跡地では0.0摂氏0.4度、低く、交通量の多い道路沿いでは2摂氏3度高い。縦林市中心部では1摂氏2度高く、郊外の森林や水辺では、市街地より3摂氏5度低いことから、高温は市街地で発生することが分かった。市民は、打ち水や緑のカーテンなどで気温を下げる活動を、 行っている。2008年6月に暑さ対策本部を設置し、市民、企業、行政が一体となって暑さ対策に取り組むことになった。アメダス観測所は2018年6月11日まで、立林消防署敷地内にあった。土の上に暴走シートを敷いて設置されているほか、周辺の立地条件などから温度が上がりやすいのではないかとインターネット上で指摘され、 挙句の果てに、ズルハなどとも揶揄されてきた。そんな中、観測所が6月12日群馬、県立立林高等学校敷地内に移転された。温度に関する指摘の声を認識していた、気象庁は、既存設備撤去後の消防署内の跡地に、簡易観測装置を設置、新旧観測場所の観測結果を7月2日から10月1日まで公開。 比較できるようにしている。地区分類は、国勢調査における、調停時項度による。縦林地区、里屋地区、大島地区、赤羽地区、六号地区、三濃屋地区、佇地区、渡瀬地区、縦林の地名が出てくる、古いものに15世紀の歴史を記した、鎌倉大蔵氏があり、欧栄22年11月の終わりの城に、上杉全州が縦林を打って、上野国の下半を従えたと出てくる。 その後表記は、縦林、立林の両方が見られ、読みも縦林、立林の両方があったが、A6 以降に、現在の言い方に定まったと思われる。縦林城、本丸跡城沼急高下モスリン事務所級、縦林市役所庁舎、群馬県立縦林美術館など、縦林市が交流を持つ都市は、以下の通り。豊田市、姫路市、上越市とは、 1985年より、榊原康政に、縁のある、榊原公ゆかり都市として、四市市長懇談会を開催する関係にある。1996年5月29日には、災害時総合応援協定を結んでいる。また、次の都市が、立林市ウェブサイトでは、交流都市に挙げられている。交流名義は、立林市ウェブサイトによる。大規模災害時における、 総合応援に関する協定書を、桐生市、大田市、緑市、足利市、佐野市、四季市と行田市、秋島市、練馬区、龍ヶ崎市との間で締結している。このほか、各種の災害時総合応援協定を近隣自治体や、常述、酒木原や須磨坂をゆかり都市などと結んでいる。公立私立立林都市県に広がる、広域公共路線バス市の中心的存在。 立林駅前、広場駅前通り。1986年に公募によって名付けられた。立林駅前通り線。愛称は2009年4月に62通の応募の中から決定された。県境付近にあるため、2 0トル圏内の狭い範囲に、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県の4県それぞれの市がある。市の中心、縦林駅は、 関東北部に広がる東武鉄道の鉄道路線網の、格的存在の一つ。東京方面と両網地域3方面が分かれる。東京の浅草駅から、立林駅まで特急列車、両網で58から65分。コミュニティバスコミュニティバス、広域公共路線バスを、立林市及び、オーラ郡オーラ町、千代田町、明和町、板倉町の一市四町で、 共同運営している。単に路線バスとも呼ばれ、系統名も多用される。路線は、縦林駅を中心に、市内各地、周辺市長へ伸び、また一部の系統を除き、縦林厚生病院を発着する。縦林市の広域公共路線バスの特徴は、広域、独占、低運賃、簡単である。これは極力民営バスにありがちなデメリットを、 取り除いたためである。この背景にあるのは、路線バスが存在しないしの経験である。1970年代頃までは、東武鉄道を含めて、民間3社が市内や周辺自治体への路線バスを運行していたが、モータリゼーションの進行に加えて比較的平坦な土地だったことから自転車が普及し、路線バス利用者が減少したため、1980年頃から、 路線の廃止が進み、1986年12月31日限りで、茨城県小賀市、栃木県下津賀郡藤岡町を結ぶ2路線が廃止されたことにより、当時日本に653あった市の中で唯一、路線バスが存在しない市となった。その後、高齢者へのタクシーチケット配布の時期を経て、1993年から地元事業者2社に委託する形で、 広域公共路線バスの運行を開始。完全自治体主導による全市的かつ都市圏内共同の路線バス再構築が行われた。路線バスが存在しない市を経験した経緯を踏まえて利用しやすい特徴を持たせたため地域の足として維持しようという意識も高く利用が多い。各路線の詳細については広域公共路線バスの記事を参照。なお、縦林、 名和・板倉線については運行費負担金などで、板倉町と名和町で意見対立を生じたため2021年度で廃止されることになった。高速バス、日本中央バスが運行する高速バスが、立林市役所と同社の立林バスセンターに停車する。筒子が、丘公園分布茶釜の森寺隣接する大浦郡、板倉町や名和町と同様に、 群馬県でありながら、東北自動車道沿線にあるため、宅配便では、隣接券扱いになる例が多い。ありがとうございます。